キンプリヘイヤー仕様のエムステ出演にファン歓喜。ミスから生まれた貴重な光景とは、キング・アンドスの人気メンバーであるヘイヤー仕様が14日のミュージックステーションテレビ朝日系で予期せぬミスを犯してしまった。しかし、その後のフォローとともにファンは微笑ましく見守っている様子だ。この日の放送では、 キンプリが映画、弱虫ペダルの主題歌である、キー of Heart ・オブ・ハートを熱唱した。映画では、メンバーの長瀬角が主役を務めている。しかし、楽曲の途中で平野が、あの扉の鍵は、と歌うべき部分を、あの胸の中は、と間違えてしまった。間違えたのは一部分だけだったが、その後に続く、胸の中、というフレーズのため、意味不明な歌詞となってしまった。 メンバーはミスにすぐに気づき、微笑ましい表情で曲をしっかりと歌い切った。平野はパフォーマンス中に両手を合わせてわびるポーズをとり、曲が終わるとすぐに、ごめんなさい、と謝罪した。その後、ダンスのスタンバイは良かったんですけど、歌詞のスタンバイがちょっと間に合ってなくて、とコメントし、出演者たちの笑いを誘った。 しかし、このミスは、むしろファンにとっては、ご褒美のように映った。金プリファンからは、喜びの声が多く寄せられている。平野の謝罪の仕草や、メンバーの微笑む様子に対し、ツイッター上では、むしろこれ、平野君のミスがあったから見られた貴重な光景だよね。微笑ましすぎる。ありがとうございます。すべてが可愛すぎたといったコメントが見られた。 視聴者にとってはかなり衝撃的な出来事だったようで、番組が終了した後もツイッター上では、く君というワードがトレンドの上位に位置している。キンプリ平野ヤ潮の予期せぬミスは多くの視聴者にとって驚きであり、その後の平野の切り返しに注目が集まっている。彼の謝罪の姿勢やメンバーとの絆が感じられる様子に、ファンは感動を覚えた。 このミスによって視聴者には予期せぬ展開が与えられたが、その結果、キンプリファンは幸せな驚きを味わった。平野の可愛らしいミスとフォローによって、彼の人間味やキャラクターがさらに際立ったのである。ツイッター上では、平野くんのミスがあったから見られた貴重な光景だよね、といったコメントが多く見られ、彼の愛らしさに対する賞賛が相次いだ。 この出来事は視聴者にとって大きな衝撃を与えただけでなく、キンプリのファンたちにとっては喜びの瞬間となった。彼らは平野の謙虚さやメンバーとの絆を再確認し、彼らの活動をより一層応援する気持ちを抱くことになった。キンプリ平野仕様の予期せぬミスとその後の切り返しは、彼の魅力と人間性を改めて浮かび上がらせた瞬間である。 彼のファンや視聴者は、今後の彼の活躍に、ますます期待を寄せることだろう。キンプリヘイヤ仕様の魅力は、彼のミスとその後の切り返しによって、さらに輝きを増した。彼のこれからの活動に注目し、彼の成長と成功を応援していきたい。以上が、キンプリヘイヤ仕様の、M ステッでの思わぬミスとその後の切り返しについての記事でした。 彼の愛らしさと人間味が再び視聴者を魅了し、キンプリファンの心をつかんだ瞬間を伝えることができたと思います。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。